カジさんはですね、昔ねブルーハーツっていうねバンドをやってたんですな。ロックバンドザ・ブルーハーツのドラマーだった梶原哲也さんが観音寺市の就労継続支援 A 型事業所リールで開いたリズム遊びワークショップです。参加したおよそ20人はまず色がついた粘着テープとバケツを使って太鼓を作ります。そして音に強弱をつけたりスピードを変えたり梶原さんの真似をして動きながらリズムを刻んだりと全身で音楽を楽しみました。この催しは香川県から委託を受けた団体が障害の有無に関係なく音楽で生活を豊かにしてもらおうと開きました。カジさんが叩く太鼓を居合わせてリズムを取るの楽しかったですね。生の音っていうのがやっぱり大事というか、もう振動がね体にドーンとくるんですよね。もう一回なんかねちょっと縮こまった体と心をですね打楽器によってダーンダーンと解放してほしいなって。